トラマス設備優勢です。今回はキルギス第14話、ウズベキスタンから再びキルギスタンに戻ってきました。オシを経由してビシュケクの近くのアラアルチャ国立公園の様子です。それではどうぞ。こんにちは、優勢です。キルギスタンに戻ってきました。とは言っても前回のウズベキスタン編からもう2週間以上経過しています。でこの2週間何をしてたかというと、ジャララバードという町で3度目の食中毒になりました。2度あることは3度あるということですね。さあそしてその後ビシュケクに戻ってのんびりしていました。で今回訪れたのはアラアルチャ国立公園。さあそれではトレッキングに行きたいと思います。野生のリスがいます。かわいい。早いな走るの。こんにちは。こんにちは。今日は9月の30日でビシュケクはもう結構肌寒くなってきてるんですけど、ちょうど紅葉が綺麗です。見てこれ、こんな感じです。アラアルチャ国立公園は標高が2000メートルぐらいで、ビシュケクから車でだいたい40分ぐらいで来られます。道は意外と平坦でこんな感じです。川が流れてて橋がかかってます。川が青くて綺麗だけど、うわ怖っ。いい景色。ここは国立公園なんですが、ほとんどゴミが落ちてなくて綺麗でいいです。でちゃんとこうやってリサイクルボックスとかが置いてあるんで、ペットボトルとかみんなここに捨てています。あー、こっから結構本格的なトレッキングになりそうです。早速道を間違えてこの岩場を歩いてきました。正しい道はこっちみたいです。でまだ30分経ってないんですけど、すでに絶景です。絶景ポイントに到着しました。ひたすらこの細い道を進んでいきます。だんだん険しくなってきましたが、あのアラコルコのトレッキングよりはだいぶマシです。石が階段っぽくなってます。たまたまなのか人工的に作られたのか。いやー景色がすごくいいな。これはまだスタートしてから1.5キロしか進んでなかったです。残り 2.5 キロで、今標高が2300メートルぐらいです。もう見てこれ、この通りどこを見てもいい景色。山なんか実がなってて花が咲いてます。少し平坦な道に出ましたが、やっぱり標高が高くなってちょっと息が上がっています。この先に滝があるらしくて、そこを目指しています。ここまで登っちゃえば結構平坦ですね。で標高が今2450メートルぐらいです。さあちょっと険しい山になってきました。岩が増えた。今1時半なんですけど、やっぱり結構大きい山に囲まれてるせいか暗いです。そしてこの辺はちょっと寒い。
遠くの方に雪山、よっぽど標高が高いことが分かります。カザフスタンとキルギスタンの男女3人組に途中で合流しました。今結構険しい道を歩いています。この道を来ました。ちょっと嫌な予感がするんですよね。さっきから滝みたいなものが見えてるんですけど、水が流れていない。あれが本当に滝なのかどうなのか、とりあえずゴールまで行きたいと思います。今ちょっとよろけた。はい、滝に到着しました。ただしやっぱりチラチラ見えてたやつでした。水がほぼほぼ流れていない。はい、残念でした。今寒気みたいで全然水流れてないです。なんか本当にちょろ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 水道から水が出てるのかなって感じですね。でこれ雨季だったらもうちょっと本当の例えば華厳の滝みたいな、そんな風にザー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 流れてるみたいです。ではでは、滝の下まで到着しましたが、ちょろ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 流れてます。まあしょうがない。実はこの先飲めるらしいのでちょっと飲みたいと思います。美味しいです。冷たい天然水ですね。さあ、それでは今来た道をそのまままた戻りたいと思います。でちょっと雨降ってきたんで滑りそうですね。気をつけないと。片道 4.5 キロで、上りは3時間かかりました。下りはもうちょっと早く下れるといいんですけど、では下ります。左側は崖、そして紅葉がやっぱり綺麗だ。黄色に赤に、それだけだ。今ここのトレッキングしているキルギスタンの夫婦か、まあカップルにリンゴをもらいました。うん、超美味しいです。で今休憩してんのがめちゃくちゃでかい岩の上。もうちょっとでタクシーが待ってるとこなんですが、なんかアリの横断歩道があります小さい横断歩道。やっとふもとのロッジに戻ってきました。なんとここまで、滝からここまでは1時間40分早い。だいたい上りの半分ぐらいですね。はい、スタート地点に戻ってきました。このアラールチャの滝までのコースは日帰りでトレッキングができて、なおかつ初心者向けのコースということでした。で実際に歩いてみて、確かに全然運動したことない人がいきなりやるとちょっと辛いけど、まあでも
私も全然運動してないので、それでも行ってこられたから、まあ確かに初心者向けっちゃ初心者向けです。ただ靴はねちゃんとしたもので来た方がいいです。というのも、今日履いてる靴がただのスニーカーで、でやっぱり砂だと滑るので、そこはちゃんとした方がいいです。雪氷。じゃあビシケ君に戻ります。もし面白いと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をしていただけるとありがたいです。それではまた次回お会いしましょう。